よ。どうも、生き物レンジャーのゆうです。今回はカブトムシ捕りのトラップのバナナトラップというトラップを仕掛けるために、今回はバナナトラップを作っていきたいと思います。では材料を説明します。このバナナと、ここにある砂糖と、この料理酒を使っていきます。まあ、料理酒がなかったら焼酎でも大丈夫です。では早速バナナを切っていきたいと思います。バナナはこの輪切りにこうやって、すいません、ちょっとスタンドがないんで切りにくいですけど、しかも熟しててちょっと切りにくいんですけど、こうやって輪切りに切っていってください。はい、じゃあこのようにバナナが輪切りに切れたら、このジップロックに全部入れていきたいと思います。じゃあここに全部入ったら、砂糖を何倍にしよう。今回はじゃあ大さじ6杯で、そして入れたら酒を、バナナが浸かる程度入れていきます。まあこんくらいで大丈夫です。はい、これで1日2日天気の下で熟して、まあとりあえず完成ってところですね。じゃあこれでトラップの仕掛けの説明終わります。